はい、どうも。今日山本由伸に勝てたら奇跡、ミッソです。はい、本日はですね、今流行りのマイオン編成で UD ランクをね、簡単に量産できる立ち回りについて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、前回ね、公開したサクセスの動画の方をね、見ていただければなんとなくはね、お分かりいただけるとは思うんですけども、まあ、今回はね、しっかりと言語化して分かりやすくね、簡単にお伝えできたらいいかなというふうに思っておりますので、興味がある方はぜひ最後までお付き合いくださいということで、実践を交えてお話ししていきます。まず初手ですね、グラウンドではラグビーとサッカーのエリート部員を絶対に回収してあげてください。はい、ラグビーの統合は初詣、そしてサッカーの足田は武道場のコネクションをね、それぞれいただけますので、まあ、これはね、サクセスを立ち回る上でね、かなり大事になってきますので、しっかりと押さえておきましょうということで、ラグビーとサッカーどっちもあるんですが、これどっちにしようかな。タック狙うならカナオなんですよね。ただ肩練習は体力の消費量が少ない、そして佐伯宇佐崎を上げれるという、うわー、これどっちでもいいな。まあカナオから行こうか。そして最近ね、なんかサイレント修正がかかってると言われている、全然初手にエリート部員が選ばれない問題、これあると思います。まあ、ただそれにめげずね、しっかりと狙っていきましょう。強いね。 OKOKOK でラグビー回収できましたので、次はサッカーを回収しに行きます。まあね、今から解説するねことは本当に理想的なねお話をしてるので、なかなか1回2回じゃね、そうはならないことが多いんでね、うまくハマってくれたら嬉しいんですけども。でサッカーがないという最悪ですね。ここ行くしかないか。モブで貯金作って、陸上部は全然無理して抑えなくて OK です。でこれ序盤にね、回復イベントが来てくれると嬉しいですね。まあ、今回は保険でカロリーバーを持ってきてるんですけども、この筋肉練習はいいね。 OK、 これでまあグラウンドでやるべき最低限のことは終わりました。はい、これでいつでも移動してもいいかなって感じですね。ただあと5か、そうだね、もうこれは移動しちゃっていいかな。陸上部は狙いに行かなくていいと思います。はい、でそしたら次どうすればいいのかという話なんですけども、武道場か多目的コートのどちらかに行ってあげてください。はい、まあ、ランダムでコネクションをもらっていく中で、この2つどちらかは、もらえてる状況、まあ、超絶運が悪いともらえてない、こともあるんですが、まあね、どっちかはもらえてると思いますんで、この武道場と多目的コートをもらえた方に進んであげてください。今回武道場の方もらってますので、武道場に行きたいと思います。はい、で武道場で何をするのかと言いますと、柔道部そしてレスリング部のエリートの回収を行っていきます。柔道の高道が射撃場のコネクション、そしてレスリングの鬼頭がトレーニングジムのコネクション、それぞれ、いただけますので、このね2人を狙っていきます。はい、で次に宇佐崎の評価を上げていきます。で序盤は大津練習全然起こせなくても大丈夫です。はい、そんなに火力もないですしね、エリートの回収というのを一番ね念頭に立ち回っていただけたらなというふうに思っております。これ最高ですね。鬼頭の青びっくりと大津練習、これ最高です。これで鬼頭なのでトレーニングジムのコネクション2つゲットですね。しかも柔道部も抑えることができました。回復も入っていい感じですね。でこれでまあ最低限ね、やりたいことは終わったんですけども、武道場はね、結構タックが連鎖、大津練習がね、連鎖しやすいので、まあ長く居座ってあげてもいいんじゃないかなと思っております。あと6馬くんだけかな。はい。6馬の評価上げつつ、ちょっと、様子見したいと思います。はい。打撃筋力、肩守備練習なんでね、本当に、タックが起こりやすいんですよね。さあ、頼んますよ。OK、こんな感じでね。まあ、ちょっと振っていきますか、能力。
まあ本当だったらね基礎値に振りたいんですけど、ちょっとあの基礎値上げてると尺が長くなるんでね、拡張に振っていきます。はい、上がりまして、さあちょっとここらでね一気に武道場の回収を進めたいんですが、あー来なかったか、来なかったが、フェンシングが若干美味しいということで、まあ、2ターン連続大術練習が来ないっていうのは避けたいんですが、1ターンくらいね来ないっていうのは全然、うん、受け入れていいんですけども、ちょっと今すでに練習が減っちゃってるんで、これは移動しましょうか。はい、でそしたら多目的コートに行ってあげて、テニス部の、はい、エリートを狙っていきます。はい、これは大場くんですね、グラウンドの、コネクションをいただくことができます。はい、どっちも同じようなもんだな。で多目的コートも筋力走塁型守備なので、比較的タックが起こしやすいです。はい、なのでここもちょっと居座っていきたいですね。っていうとなんで来ないのかな、タック。ここ強いね、これのダブルタック強いんですが、こっち行ってもね筋力360点入るんですよね。両方テニスなんですが、まあ筋力タックの方にしようか。よし、これで、多目的コートでやることは終わりました。テニス部のエリート部員をゲットです。はい、であとは大津練習来るまで、ちょっと居座っていきたいと思います。はい、まあ、セクイチの点数なんてね、まあ、気にしなくて OK です、全然。はい、あー今回ちょっと引きが悪いね。はい、そしたら移動していくんですけども、今は、高属性ですので、トレーニングジムの方に、行きたいと思います。それか陸上部のエリートが余ってるよという方は、グラウンドに行くのもありかなと思ってますね。はい、でこのトレーニングジムってメンタルの、大津練習ですね、これを引けるかがねマジでサクセスをはめる上で大事になってきます。はい、これをこのメンタル大津練習を引けた方はもう大津サクセスを制したと言ってもね過言ではないですね。はい、本当に精神ポイントも大事ですし、こう精神さえ引けちゃえば、次ねまた後続性こっち側に戻ってこれますので、うん、連鎖しやすいんですよね。なんでここちょっと一旦はかけてみたいと思います、精神練習に。で次来なかった場合は移動ですね。はい、常にエリートもゲットできたのでよしとしましょう。ここ引きたいですね、来てくれるかどうか。さあ頼む、光れば勝ち、光れば勝ちです。どうだ、 OK、 これがでかいんですよね。はい、そしたらもうトレーニングジムに居座っていきましょうか。まあ、これはもう高確率で次大津練習来ますからね、左側3つなんで。はい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 、 OK ですね。ちょっとなんでウェイトリフティングが選ばれないのかが謎ですけど、よいしょ。でまあさすがに次は来ないと思いますので、そしたら射撃場に移動ですね。はい、そしたら棒属性になったら射撃場に行きます。はい、でここもまあ来ない時もあるんでねしょうがないんですけど、ここも走塁で大津練習を起こせたら、てか今条件まさかの整ってるんですけども、走塁で起こせたら最高ですね。なんで確率低い方を引くかなって感じですけども、できれば守備かメンタルが来てほしいところ。不足するポイントは本当に精神と筋力なんでね。うわー、これは運が悪い、これは超絶運が悪いですね。2ターン連続右側でタックが来ないのはちょっと運が悪すぎるんで、まあ、これはもう武道場か多目的コートに移動かなって感じですね。はい、というところでもうここまでが
一応もう序盤の、うん、まあ理想的な動きといいますか、うん、もう自分個人的に確立している立ち回りですね。はい。であとはもう臨機応変に、今みたいにタック来なかったらもう仕方なく移動するとか、エリートのスカウトした時のね、コネクション、はい、こちらはコネクションがゼロの場所が優先されて、もらえるようになっておりますので、例えば今ね、武道場に行ってあげてフェンシングのエリートをねスカウトできたら、この射撃場が補充されますので、うん、特に連続してタックが起こしづらい射撃場とねトレーニングジムの、コネクションをこの戦法を使って狙っていくっていうのがいいと思います。武道場とサモテキコートは、まあ連続してタックを起こしやすいですし、グラウンドに関しても、まあ、序盤結構抑えられてるという方はね、もう陸上部まで抑えられてるという方もいらっしゃると思いますので、まあ、そんな方はねそんなに、うん、あのグラウンドいらなくても OK ですし、このテニス部のねエリート部員のね大場くんからコネクション2つもらえれば、まあもうそれだけで足りると思いますんでね、うん、狙うはエリートのスカートで狙うのはトレーニングジムか射撃場のコネクション、うん、ここを引けるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあ、あとはひたすら大津練習がハマることを祈っていきましょう。はい、っていう感じですね。うん、もう考えることはそれくらいです。はい、あとはもうハマるのを祈るしかないですね。うん、経験点バランスがどうなのかとかはもう完全にタックお祈りですので、うん、さっきも言ったトレーニングジムでメンタル練習が弾けるかとか、うん、そういった世界になってきますので、うん、まあ今言ったね解説したところだけ覚えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、という感じで、まあここのね、まあ、序盤の立ち回りだけ覚えてればひとまず OK かなというふうに思っておりますので、参考にしてみてください。チャンネル登録しない方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。